ちょっと待って、もう身を普通に切ってる。え、皮じゃないこれ、ちょっと待って、もうちぎりすぎた。嫌ってどういうのがいいの？濃い方がいいのかな？こういうのあるよね。こう枝ごと切るんでしょ？とりあえず厚めに枝を切って。おー、ナイス。これもなんかいいじゃん。どうだろう、そのぐらいさっきは2、9、5、7、8、9、10、9番一回作ったところでミルクイ。まあでも初めて食うぐらい作って。そうだよね。あ、干し柿自体はね。うん、普通の柿はそこまで好きじゃないんだけど、どうかな。これをやってみるかね。こんぐらいの量にとりあえず。そうです。よし。じゃあこれを皮を剥くとこからかな。グツグツ煮立ったら、うん、そこに柿を5秒間つければ、うんうん、カビが生えにくい。なんか逆に水に濡らした方がカビ生えそうと思うけど、そんなわけじゃないの。逆に泡立ちが。ああ、そういうことなんだ。それで、うん。枝が T の字になるようにするとこうかけやすい。ああ、そこに紐をこうかける。そう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 、うん、T の字になるよ。 Y の字とかじゃダメ。 Y の字はならんだろ。あれじゃおお、その葉っぱはサラダ。はい、よろしく。こういうのだったら
かず切りやすいようにコラで、そしてこれとこれもこっちこういうふうにか、ここで、ああなるほど。面白いな。よし、オッケー、いい、11個、あと1個あれ、次は3で割り切れた。そうか、ヘタついたままヘタ落としちゃいけないもんね。まずこのヘタの周りを暮らし、あ、でも、お、うまい、ちょっと若干身代わりしたのはしょうがないか、この先っちょの、先端の方に向かって、うん、こうて下に向かってこうやってやってらしい。リンゴみたいにグルーヘビーみたいにやっていくわけじゃない。こういう感じ。おお、本当に綺麗。おお。ちょっと待って、もう身を普通に切ってる。え？皮じゃないこれ、ちょっと待って、もうちぎりすぎた。待って待って、下手だ。本当じゃん。え、なんで、なんでそんなうまく受けたの？え？ちょ、やばい、どうすりゃいいこれ。まあまあまあ、まだ滝はいっぱいあるから。うん、ここだけ怖い。あ、俺も怖いよこれ、どうすればいいんだよこれ。だから無理だもんね。そういうことか、やっぱり。でもこれ両刃でしょ。これ両刃だね、これは。左利き言い訳になんないじゃない。え、無理じゃねこれ。もっと薄くやらんと。ああ、まあ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 、とりあえずね、あ、いいです、まだ上の方までやると、うん、切って、あ、本当だ本当だ。で、こうして、まあ、どっちからでもいい、それは。この時はやりやすい。ああ、ここまで食えばまだ痛い、その先端がチクッ、やばいね、似てる以上にむずいな、ほんとに。魚だったらどうってことないんだけどな、皮。これでオッケー。オッケー、オッケー。えらい違いだ。えらい違い。くそー、こうも変わるものか。ここのビラの部分ってどこだっけ。あ、
このビラビラの部分取っていいの？ここ、うん、あそこ取っちゃっていいんだ。え、どう？やっぱりリンゴとか梨とかよりも辛い。どうすんのよ、一人になったら。もうリンゴ食べる。なしに。いや、さっきよりはいい感じにできてる気がする。超滑る。滑らん。まあ滑るね。そのまま干してみる。あ、なんか白い粉じゃないけど。その代わりに土。最悪だよ。やめてよ。なんで、なんでそんな広い。いや、地獄してる。あと一本。あと一本、はい。結びで、うん、こんな結びで、うんうんうん、じゃあこれでいこう。あ、なんか見たことあると思った。こういう楽器あったじゃん、なんか。これね、ポンポン、このボールみたいなのあってさ。そんな楽器ある？なんかなかったっけ、なんか。これなんだ。ポンポンみたいな。おもちゃと勘違いしてるのか。そんな楽器ある？え、なんかなかったっけ。音楽室で出てきやすいんだけど。え、じゃあ柿アレルギーじゃないな。柿食べたら痒くなって柿むしりたくなるとか、そういうことはない。それはない。あ、え、よかった。よしよしよし。はい、グツグツにさして、うん、あ、グツグツ、はい、強火で5秒間つけるとカビ同士らしい。よし、1、2、3、4、5。おー、はい、行きます。はい、1、2、3、4、5。おー、
次これサイズが違うから絶対これ俺最初に俺がやったやつで削りすぎでしょ。いやそう思ったら他のバイトうまく3,4,5 はい、1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 これで日当たりが良くて風通しがいいとすると、あ、でも普通こことか屋根あるここがいいね。ねえ、よさそうだ。綺麗だし、ここはまだ、ね、上下になるように。おお。当たっちゃうとカビが生えるらしい。ああ。これアンバランス難しいかしら。これができたら来年にはここいっぱいザーってやるぐらいやったらいいかな。あれやばい、これ絶対俺が絞った枝締め付けが甘かったの。なんでここにつけるのよ。このせっかく T 字にしたんだからここにつけると。まあおちんこと祈る。そうだね、おちんこと。あ、本当なんで俺そこに結んだんだろう、本当に。おー、そうだよね。いや他のは大丈夫なんだよ。なんでだ、ボケできちゃったんだな。あ、それもこの柿を食えばボケが治るんですよ。確かに自分でやるとなんかちょっとなんかいいね、早く食べたい。ほいでなんか1週間ぐらいなんかこう、うん、何だんだん表面が硬くなってきたら、うんうん、何ちょっとこう揉んであげると、うん、中までこうしっかり干されて渋が落ちる、ちゃんと抜けるし、1週間ごとにこうやって揉んであげるといいらしい。よく揉めば。でもしこれカビが生えちゃったら失敗ってこと。失敗。ああ、やっぱ雨があったりとか、やっぱそういうのもあるのか。そう、虫もね、あったりするから。うんだな。もうある意味運か、ほんと。そうしたらこういう素人で作るアレンジャー、うん、もう本当にやるんならもうあの虫除けというかもうね、ちゃんとあれしてハウスとかでやるんだろう。ああ、で雨とかも入らんよね。ね、ああ、その以上は本当じゃあ運要素が絡んでくるのか、うん、どうしてもうまくできること祈って、うん、ね、あれだね。あ、これあるじゃん。そらの、あ、尻尾振ってる。ロゼがこんな尻尾振るの珍しくない。うまいんだ。やっぱ柿好きなんだ。ブンブンじゃん。すげえ、ほんとブンブンじゃん。そらはまた泥棒草まみれじゃん。食うのが下手だな。散らばして葉っぱが邪魔って、葉っぱが落ちてる。